今日は2月29日、ね、はい、うん、ウルード氏ですね。そう、ことまあウルード氏っていうのは今年はウルード氏、ね、今年はウルード氏、そうですね、今日のことはまあ一応ウルービとか言うらしいけどね。ウルービっていうの、うん、初めて聞きました、うん、使ったことないですけどね、うんうん、なんで子供の頃は、うん、ウルード氏っていうのが、うん、とっても珍しいから、はい、なんかそれだけでワクワクしたんですけど、あ、うん、でも別に何があるわけでもないじゃない？そうね。なんか美味しいケーキが食べられるとかでもないし、でも何でもないから、うん、そのうちどうでもよくなっちゃったんですけど、うんうんうん、なんか久々に意識すると、はい、なんかいいですね、いいですねっていうのも変ですけど、うん、あのウルード氏じゃなくて2月29日が誕生日の人はどうするのかみたいな、はいはいはい、うんうんうん、そういう話に ね、なりますよね、なりますよね、うん、そうするとその人はあれですよね、やっぱりあのどっちかに寄った日に届け出を出すのかな、ね、うん、その届け出はちょっと分かんないけど、うん、だからそこの問題があるからか、うん、まあ後でねこの上のところにも出ますけど、はい、あの要はいつ年を取るかっていうことなんですけど、うん、誕生日が来たら年を取るわけじゃなくて、うん、誕生日の前日が終わった瞬間に一つ年を取るっていう決まりなんだって。わかります？わかるよ、わ、うん、かるんだけど誰が決めたの？だからなんかその法律で決めたんじゃないの、うん、なへえ、うん、うん、だから2月29日が誕に生まれた人は、うん、毎年2月28日が終わった瞬間に、うん、あの1歳年を取るから、うんうんうん、まあそれはウルード氏じゃなければ年を取った瞬間も3月1日なんだけどさ、うんうん、あ、そうなんだ、うん、へえ、なんですって、へえ、うん、じゃあまあ大丈夫ね、大丈夫ね、まあ、年は取れるけど、うん、いつ誕生祝いをしてもらえるかとか、うんうんうん、そういうなんかね生活上の決まりは多分その家庭によってそうだ、ね、違ってくるから、確かに確かに、うん、そこが問題だよね実質的には、うん、そうよね、うん、でも本当に今日誕生日の人がいたら、うん、もう心からおめでとうございます、ね、おめでとうございます、はい、毎日歌声喫茶ミニ歌声喫茶ラン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 、この歌をタコアンドチコです。さあ2月最後の日を楽しみましょう、はいはい、ではまずは準備体操です。はい、じゃあ肩に手を乗せて大きくゆっくり回してください。はい、ぐるーん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 、反対回しです。ぐるーん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 、はい、ギューストンに行きます。Oh,
してください。そして水分補給です。それでは、はい、歌っていきます。それでは、はい、はい、木曜セレクション。はい。さあ、それでは今日もテーマはテーマを考えながら、うん。うん歌っていきたいと思います、はい。はい。これちょっと楽しくなってきまして、あ、うんうん、なんか今の自分が映し出される部分もありますよね。あ、何かを気にしてたりすると、うん、その3曲聴いてもどこになんかこう引っかかるかってね、あ、人それぞれですもんね。そうだね。うん。うん、楽しみです。うん、はい。では1曲目は、うん、童謡ですね。これ、はい、花影という童謡を。お送りしたいと思います、はい。これはね、あの桜吹雪という言葉が出てくるのでちょっと季節としては早いんですけれども、うん、まあ、その桜の散る中こう花嫁さんが、こう通り過ぎていくっていうようなね情景、お姉さんか、うん、それを、ね、これ、モデルのね場所があるんですよ。あ、舞台というか、はい、場所がね、場所が、はい、これは、うん、山梨県の、うん、光岳寺っていうね、お寺の前に、ね、うん、あ、桜並木があったそうで、うんうん、今もそれを桜並木をこう再現する取り組みがされているそうですけれども、うんうん、なるほど、うんうん、まあ、そんな風景をちょっとね想像しながら、はい、はい、歌っていきたいと思います。それでは行きましょう。
では2曲目です。はい、2曲目は、うん、人生の並木道、うーん、ディック・ミネさんのね、はい、このディック・ミネさんの歌い回しといいますかね、まあ、この曲の節回し自体が結構こう難しい。そうですよね、うん、聞いててもこういう風になんか ね体を揺すったりしちゃうんですよ、うんうんうん、まあでもこれ何とも言えない味わいがある歌ですが、はい、2曲目まで来るとあの どうでしょうね、いくつかの共通項を見つけたりするよね。いくつかのね、うん、どっちだろうとかね、いろいろこう思い浮かぶかもしれませんが、そうですよね、はい、意外とこれ推理が楽しいですね。そうですね、うんうん、はい、はい、じゃあなんかそんな推理もしながら、うん、行ってみましょう、はい、3曲目は瀬戸の花嫁です。もうおなじみの、うんうんうん、まああの、2週前ぐらいのね、木曜セレクションでも小柳ルミ子さんの、はい、私の城下町やりましたけれども、ね、うんうん、木曜セレクション常連の小柳ルミ子さんによる瀬戸の花嫁でございます、はい、うん、もうこれはおなじみの曲なので、うん、まあ、曲について特に説明はね必要ないと思いますけれども、まあ、この3曲からどんなことを思い浮かべるかっていうね、うんうん、ところで、うん、はい、うん、今日のテーマが、まあ、なんとなくいくつか浮かんでくるかと思いますので、うん、はい、うんうん、ではまずは3曲目、うん、いきましょうか。はい、いきましょう、はい、Thank you.
皆さんいかがだったでしょうか。ではじゃあここでチコさんから、お願いします。はい、はい、あ、チコさんな何か浮かびました。私はね、やっぱり人の気持ちをまず思ったんですけど、はい、まあ嫁ぐとか、なんかそういうこう節目を迎えてる人を見守る側の人の気持ちみたいな。ああ、そうだね。そう、だから、瀬戸の花嫁はもちろん花嫁さんのなんですけど、私好きなのが、やっぱり島の人たちが手を振って見送ってくれるっていう風景、はいはい、そことかをね、こう思うと、すごくなんかジーンと来ちゃうんですよね。だから何か人の節目、まあ門出だったり、いろんな、なんかそういうところに立って、これから、どういう方向に行くのかなっていう人をなんか思う心みたいな。うん、なるほど、うん。深いですね。いや、深くはないですよ。やめてください。じゃあ、それにしようかな。何ですか、はい。じゃあ、一応僕の今日設定していたテーマはですね、はい、兄弟というかな。あ、兄弟。ああ、まあ、そっかそっか。一曲目は姉弟という関係性がね、ありまして、弟がお姉さんを、お嫁に行くお姉さんを見送っていると。で、人生の並木道は、まあ、兄と妹。で、瀬戸の花嫁は、これはまあ、弟さんがね、いるっていう、ね。しっかりしなさいと。というところでね。そうか。兄弟ね、うんうん。あ、その方がでもすっきりとはしますね。そうだね。その、まあ、一応一言でこう言いやすいテーマということでは。ただまあね、なんていうの、他にもいろいろこう、この2曲はこういう共通点があるし、この2曲はこういう共通点があるし、みたいなね。今回はなんかそういう情景的にも、その花嫁さんの、情景だったりとかね、桜並木だったりとかいろいろ、そうね、ありましたけど、ただ私多分こう写真とかで、はい、瀬戸の花嫁を例えると、はい、ここに写真があって、この間花嫁さんがこの船に乗ってね、嫁いでいくところの写真があると、花嫁さんに触れないで、その向こうにいっぱい溜まってる、ここに、あ、なんとかおばちゃんがいるよとかね、そっちにスポット当てちゃうところがあるっていうか、ちょっとずれちゃうっていうか、そういうところが自己分析がちょっとできましたね。なるほど。多分そういう、そういう性格なんだろうなって。なるほどね。なんか、わかりました。わかります。そういうところがあるんだね。わかりました。はい、さあ、皆さんと次お会いするのも3月ということで。そうですね。もう3月ですよ。3月もいっぱいいい歌が待ってますので。はい。はい、では、来週も元気にお会いしましょう。チャコ&チコでした。La la 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 la